コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博勝 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌三上博勝 GM とスタジオからお送りします。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今スケジュール帳見ていて思ったんですけど、はい、こうやって2人でスタジオで放送するの1ヶ月以上ぶりでした。あ、そうでしたか。僕の体調不良による離脱期間があったんで、はい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 、で僕がスケジュールが合わなくドームの事務所に来ていただいたりとか、ドームでね放送したりと、はいはい、いろいろやりながら久々のこのスタジオに2人揃っての今日は生放送でほっとしますね。ほっとしますね、はい、今日は9月最初の放送ということになりますけども、さて話題がたくさんありますが、まずねクラブリリースの方からいきたいんですが、はい、北海道コンサドーレ札幌アンダー18所属の出馬志度選手が、はい、来季2024年シーズンからトップチーム昇格という発表になりました、はい、まず今回のこの出馬選手がトップチームに昇格という、判断をされた、はい、その三上さんの思いを伺いたいんですけど、うん、ここ数年ね、そのアカデミーから直接っていうのでいうと、はい、その西野翔太がね、はい、来て、その前っていうと東野になるのかな。そうですね、うんうんうん、で基本的には可能性ある選手をね大学に行かして、そこの4年間も大学に行かせながらもしっかりとね、毎年見て、卒業後にまた戻ってきてもらうっていうことが多かったんですけども、はい、それぞれ実はその選手のその時のやっぱ能力だとか、持っているもの、そして足りないもの、はい、で何よりもその選手のその性格なんかをこう重要視して、その都度その都度実は大学に行かせよう、このタイミングでトップに上げようということをこう決めさせてもらっているんですけども、今回指導に関してはね、はい、そういったことを総合的に考えた中で大学に行かせるという選択肢よりは3年間4年間ね、うん、厳しい戦い準備は必要ですけども、はい、トップチームで扱った方がその可能性はより広がるかなっていう判断で今回、2024シーズントップチーム昇格を決めさせていただいたという状況です。なるほど。もうすでに、トップチームでも公式戦にね絡んでくる、そして得点も決めたりと、はい、我々サポーターもこの北海道から育っていくストライカー、うん、フォワードの選手っていうのが非常にこれから先楽しみです、はいはい、まずもうすでにね今シーズン2種登録として、はいはい、チームには帯同していますけども、来季から正式にトップチームに加入ということが決定しました、はい、ぜひ皆さん応援してね、一緒に育ててあげて、今山形さんが言ったように、はい、北海道からねそういう代表するような攻撃的な選手、うんうん、いうその可能性を持ってる選手だと僕も思ってますのでね、はい、ぜひクラブも責任を持って、そしてそれをサポートしていただける皆さんからもね、サポートをいただければね、よりその可能性は広がるかなって思ってます。期待していきたいと思います。さあそしてもう一件、はい、これは皆さん気になってた方も多いと思うんですけど、中村健吾さん、はいはいはい、元川崎フロンターレで、はいはい、選手を引退されて、うん、現在 S 級ライセンス、これは指導者資格ですね、はいはい、これの研修で札幌のトレーニングに参加されてたんですよね、はいはい、これ期間としては5日間ぐらいですね。そのガンバ戦の週の、はい、立ち上げのタイミングから、はい、ガンバ戦終了までっていう、はい、チームに帯同してました。これってその中村健吾さん側から依頼が来るんですか。そうですね、まずね、毎年、今年健吾来てくれましたけども、はい、そのちょっと前には実は浦和の平川っていう、はいはいはい、浦和でもね選手やって今はもう指導者やってるんですけど来てたりとか、毎年実はうちのクラブ2人ぐらい、はい、受け入れをさせてもらってるんですよね、はい、そうなんですね。で実はそれっていうのは毎年 S級 ライセンスを受講できるっていう指導者が15名とか、はい、まあ、その時によってちょっと人数は違うんですけども、はいはいはい、で最後1年間かけていろんなカリキュラムをやった中で、最後に2つ国内研修と、はい、海外研修を約1週間ずつ経験して、そのレポートをまとめて卒業ということになるんですよね。なるほど。でその国内研修海外研修に関しては自分の行きたいと思うチーム、クラブに行っていいですよっていうことになっていると、はいはい、そういった形で、まあ、ここ最近 その札幌の、ね、攻撃的なサッカーだとか、ミシャとね、少しコミュニケーション取ってみたいっていう指導者がその毎年 S級 ライセンスの中で15名ぐらいの中で、はい、大体2人ぐらいいたりしてですね、なるほど、それを毎回受け入れて実はまずいますと、はい、で今年の中村健吾に関しては僕今 J リーグの仕事で中村健吾と月1回ぐらい同じこう会議体委員会で実は一緒にやってまして、月1回ぐらいね東京で会って、まあ、ずっとここ何ヶ月やってるんですけど、はい、まあ、健吾の方から僕 S 級今今年受講していて、国内研修ちょっと札幌さん行きたいんですけどどうですかっていう話だったんで、はい、まあ、全然いいよと言って、はいはいはい、すごくオープンだから、まあ、具体的に言うとね、どこのクラブも受け入れてるんですけど、はい、ミーティングはちょっと入るのは勘弁してねとか、はいはい、あったりするんですよ。クラブによってそれは対応違うんですね。うん、それはもう仕方がないことなんですけども、はい、うちはもう歴代まあ、サポーターに対しても、はい、トレーニングってオープンですよね。宮野沢が、はい、まあ、そういうクラブなので、はい、過去 S 級受講者なんかもうちミーティングなんかも入れるしっていうことでね、説明して、ただまあ健吾には冗談でその代わり赤くの練習着着ないと絶対無理だよとまあそりゃそうですよね、うん、しかもそれを俺必ず写真撮るから、ね、はい、それを承知でいいんであれば、はい、ウェルカムだよっていうことで、うんうん、まあ、健吾と数ヶ月前かな話をしていて、でまあもともとね彼もやっぱ気遣いあって、本当はもう少し早いタイミングで来たかったんですよ、うんうん、なんですけどフロンターレ戦とうちつい最近あったじゃないですか、ありましたね、8月の末に、はい、あれの試合終わった後じゃないとちょっと自分も行きづらいですっていう、まあ、彼ああいう気遣いなんて、ね、うん、できる選手なんで、うちそういうのあんまり気にしてないから、うん、全然その来たいタイミングでいいんだよっていう話もしたんですけども、まあ、自分的になかなか行きづらいので、はい、フロンターレ戦終わった後のオフ明け、要するにそのガンバ戦の週に、うんうんうん、行かさせてくださいっていうことで、数ヶ月前に決まってね、予定通り来てくれたということで、まあいい刺激になりました。彼もねすごくいい研修で最高だったっていうふうに言ってくれましたけど、逆に僕らもね選手含めて健吾のその考え方だとか、はい、逆に言うと健吾から見た札幌ってどういうふうに見えてるのかとか、そんな話もね、はい、させてもらえて、はい、まあ、次回さっき言った J リーグの委員会もまた今月あるので、ちょっとまたそこでもね健吾と話そうかなと思ったり、はい、来てる間にご飯なんかもね、うん、ちょっと一緒にさせてもらいながら、まあ、いろんな角度でのね、はい、札幌への 見え方とか、フロンターレさんのように、まあ、一時はシルバーコレクターって、うんうん、フロンターレさんも言われてたりしたんですよね、はい、それがやはりチャンピオンになっていく、うん、そこまでに行くのに何がどうあったっていうようなね、話なんかもちょっと聞かさせてもらって、まあ、僕が研修もしかして受けてたのかなってみたいなね本当でも学びを受ける、ね、シーンもあると思う。選手たちも非常に刺激になったでしょうね。はい、そうですね。うん、そういった経緯があって赤黒のウェアを着てね、はい、うん、これ一つね面白かったのがね、はい、その週の練習で、まあ、サポーター多くの方来ていて、はい、ね、面白かったのがね、うちのロゴが入った色紙に、はい、うちのサポーターがですね、はいはい、クラブから出てるグッズだ、そうそうそう、健吾にねサインくださいって言った時にね、健吾が普通に書いてるのを見てあーって、僕は冗談であとお前踏み絵みたいなことしてる大丈夫なの、帰れんのフロンターレにっていうね話の中でね本人とちょっと話をしてたりちょっとさせてもらってたんですけど、その期間はじゃあ札幌の一員として、ね、うん、そうですね、ね、しっかり学んでくれると、はい、しっかりと、はい、戦ってくれて、はい、だからガンバ戦でね、うん、まあ、これからまた今日この話に触れますけども、はい、ああいう雰囲気作り含めてね、うん、彼もその一員としてすごくやってくれたっていうことでは感謝してますね。まあ本人にとってどんな経験だったのかは、またこれは委員会の時に三上さんお話を聞いて、はい、ぜひ番組でもその後の、ね、感想も聞かせていただければと思います、はい、さてここからは試合の振り返りです。今週は2試合振り返っていきましょう。まずは9月の2日土曜日に行われました J1 リーグ第26節札幌ドームホームゲームです。ガンバ大阪戦、結果4対0での勝利となりました、はい、リーグ戦待ってました。久々の勝利、ね、はい、本当ちょっとお待たせしてしまって、クラブとしてもね、チームとしてもみんなの期待に応えたい。でそういった部分でいうとね、本当監督のミシャはすごくその期間、はい、悩んでたし、みんなの期待に応え、彼の言葉でいうとね、応えれてない自分が腹立たしいっていうことをね、ストレートに重い口にしながら、はい、この期間をこうやっていった中でね、選手たち含めて、サポーターの方の力もお借りした中でね、最終的にこういう結果を勝ち得たっていうのはすごく大きかったなって思いますね、はい、この試合得点も、札幌らしい、はい、もう攻撃的なサッカーを貫いて4得点、はい、そしてこれゼロで締めたっていうのも大きいですよね、うん、そうですね、しっかりとね、自分たちのやりたいことと、結果的にゼロで抑えれたっていうのは大きい、ただね、やっぱり一つ二つやられてもおかしくないっていうのは、はい、やっぱりあるんですよね。なるほど。なのでこの結果を出せれたことはまず自信にはしなきゃいけない、はい、だけどもそこの相手のミスに救われたっていうのも正直やっぱり内容的にはある、はい、だからそこをやっぱり今後改善をしていった中で、いかに本当にコントロールをした中で4対0で勝てるようにするかっていうことはやっぱりやんなければいけないなとは思ってますけども、まあ、でも何よりもまずはこの試合本当勝ち点3を取るということをすごくウェイトを高くね戦ってきた中で、まあ、結果を出せれたのはすごく大きいゲームでしたね。ここからもうね、いよいよシーズンもう残り数試合とリーグ戦ねなってきましたけども、はい、まだこの上位を目指していく中で、勝ち点差もだいぶ詰まっている状況ですからね、はい、リーグ戦の方の展望改めて伺いますか、三上さんからこの先の戦い、まずはやはりいつもこの番組でお話しさせてもらっているように、トップ10に本当に入っていくっていうことをやっぱりやっていかなければいけなくて、はい、そういった意味で言うと今お伝えしたこのガンバ大阪戦っていうのは、やはり大きなポイントになるゲームだったんですよね、はい、で、そこでの直接的な、順位の近いチームにやっぱり勝ち点を重ねていくということと、もう一度ね自分たちのサッカーを表現し、それを結果につなげることができれば間違いなく僕はトップ10に入っていくって思っているので、やはり最後までそれを忘れずにね、残りのリーグ戦というものをこう戦っていきたいなっていうふうに思ってます、はいはい、そしてもう一つこちらも大きな戦いが続いています。昨日行われたばかりです。9月の6日水曜日、ルヴァンカッププライムステージ準々決勝第1戦、横浜 F マリノス戦が札幌ドームで行われました、はい、もう一つの戦い、このルヴァンカップ準々決勝、これ第1戦第2戦と2回マリノスさんと対戦する中で、まずは第1戦を3対2と勝利で終えました、はい、まずはこの試合の総評からお願いします。そうですね、まず僕らとしてはこの次なるベスト4に行くっていうことでいうと、やはりこの大会ルールからいうとね、今回の昨日あった試合が前半、はい、そして週末あるアウェー、僕らにとってのアウェーっていうのを後半っていう捉え方でね、ゲームを作っていこうということで、昨日入っていました、はい、そういった中でね今やれる最大限のメンバーと、で、どんな選手が出ても同じようなね、札幌が今目指しているサッカーということをやっていこうという中でね、はい、すごくお互い良さを出し合った中の好ゲームだったかなって思っています、で最終的に僕らのね攻撃的なところから相手の選手の退場等々が出て、はい、一時はその不利な得失点差、要するに負けてるような得失点差の時もありましたけども、しっかり追いついてね、はい、勝ち越せたということはすごくやっぱり大きな部分。ただこれは先ほど言ったようにまだ前半、この大会でいう前半が終わっただけですから、はい、一歩優位に立ったなっていう中でね、週末しっかりとこう結果を出していきたい。で何よりもねやっぱりこの優位に立てた要因としてはサポーター含めたね昨日のやっぱドームの雰囲気、はい、平日っていう中でもね、素晴らしい空気感を作ってくれたことは大きかったなって思ってます、もう一つちょっとこう別の話になっちゃうんだけども、はい、リーグ戦でこのガンバ戦の前にフロンターレ戦で、はい、まあ、逆にうちは岡村選手が 2-0 というシーンから、はい、まあ、退場になってそうでしたね、残念ながらその時、まあ、2-2 に、ね、はい、引き分け、まあ、これはリーグ戦で勝ち点1と、うんうん、で昨日は、まあ、ルヴァンという別な大会ですけども逆に1対2っていう、ね、リードを許している段階で向こうに退場者が出たと、うん、そういった部分で言った場合リーグ戦川崎戦の時は2対0から、まあ、1人足りなくてもなんとか勝ち越せるゲームだったら最高だったんですけども、はい、最低限守りきって、うんうんうん、アウェーという中で勝ち点1を得た、はい、逆に昨日は1対2という今度はうちが有利な、はい、でも追いつかなきゃいけない勝ち越さなきゃいけないっていうシーンの中で、うん、皆さんの空気感を含めて勝ち越せたというところは、はい、僕はねこの2試合感じてチームの成長っていうのはそこにあるなって実は思ってはいるんですね、うん、要するに厳しい時には最低勝ち点1をねなんとか守るっていうことができた、そして逆に有利な時にはね、勝ち点1ではなく勝ち点3まで持っていくっていうね、はい、うん、そういったことが今結果として出せれた、これはすごく大きなチームの、ね、成長かなって思っていますので、まずやっぱりその成長を今後の残りのリーグ戦、先ほど言ったようにトップ10に入っていくっていうところに表さなければいけないし、はい、このルヴァンであれば次もう一つ次のステージにね、はい、行きたい、行かなければいけない、その力が少しずつついてきてるな、まだまだ改善しなきゃいけないけども十分そういうもののあるよっていうことを自信を持ってね、やっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、今回の試合はまだ前半です、はい、今週末その後半第2戦が控えています。9月10日日曜日、はい、18時キックオフ、ルヴァンカッププライムステージ準々決勝第2戦、今度は横浜 F マリノスのホームとなります、こちらからするとアウェーゲームになります。三上さん、まず改めて今回のこのプライムステージ以降のルールについて確認したいんですけど、はいはい、引き分け以上、札幌が引き分け以上、そして、うん、つまり勝ちでも、うん、そのまま次のステージに進出が決まる、はい、そして仮に1点差で負けてしまった場合っていうのは、うん、その第2戦の中で延長戦に入っていく。そうですね、15分ハーフの延長戦、前後半、はい、それをやって、それでも決着がつかなかった時には PK 戦という形なので、まあ、引き分け勝ち、これはもう僕たちが問題なく次のステージに行きますと、これも絶対条件ですね、うん、これがまあ 0-1 だとか、はい、逆に2対3だとか、まあ、3対4とか、はい、要するに1点差以内での、まあ、札幌の敗戦ということであれば、はい、先ほど言った延長からの、まあ、PK まであるという状況で、まあ、今大会からその今まであったアウェーゴールっていうのがこうなくなったっていうのは一つ大きな、ね、はい、大会のこう要項変更で、僕らも当然それを逆に頭に入れながらね、うん、だからこそ昨日のようなサッカーをやっていこうとか、はい、いうことにもなったし、これがもしアウェーゴールっていうことがあればもう少しやっぱ戦い方もちょっと変えながらやっていかなきゃいけないっていうことでもあると思ってるので、そうですね、はい、まあ、そういったことでいうと、まあ、僕らとしては今のこの大会に合った、ね、戦い方をして一つ結果を出せれたので、うん、その中で一歩リードをして後半に迎えれるんでね、うん、このリードを守りきってね、うまく利用しながら結果を出したいなというふうに思ってます、はい、なんでまず一つ勝ち、札幌らしさを体現して掴み取った勝利、それを継続して次まずはこれ勝ちを目指してですよね、はい、そうですね、これも何が何でも、はい、そこに向けて今週末です。9月の10日日曜日18時キックオフ、ルヴァンカップ準々決勝第2戦横浜 F マリノス戦となっております。現地に応援に行かれる方はもちろん全国北海道から応援する全てのサポーターの思いも乗せてぜひ勝ち取って次へ進んでいってください、はい、頑張ります、応援しております。番組はコンソドーレ YouTube チャンネル、コンソドーレ TV、 各種ポッドキャストサービスでも配信中です。それでは今日はこの辺で。北海道コンソドーレ札幌の三上弘勝と進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはrequest@三角山.co.jp、 XQ、 Twitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。